ビートルズのジョン・レノンさんと小野陽子さんの息子であるショーン・レノンさんが韓国人から心ない攻撃を受けていることが話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は韓国人から心ない攻撃を受けているショーン・レノンさんの話題です。旭日旗 T シャツを恋人が着たら。発端はショーンのガールフレンドでモデルのシャーロット・ミュールさんが旭日旗デザインの T シャツを着た写真を SNS に投稿したことが発端でした。ショーン・レノンさんはもともとクラッシュという A バンドのアルバムデザイン、そもそも旭日旗に悪い意味はないと反論していますが、韓国人から心ない攻撃を受けているようです。それではショーン・レノンさんのツイッターを見てみましょう。ショーン・レノンさん、ツイッターの翻訳。日本の日の丸剣をフィーチャーした英国のバンドクラッシュのアルバムを引用した T シャツに怒ってる人へ。そもそも T シャツは戦時中の日本の行動を称賛するものではなく、第二次大戦を知的に語る英国のパンクバンドのアルバムを称賛したものだから。日本人として戦争中に日本人が韓国にしたこと以上に恥じることはないよ。戦争は大嫌いだし、参加した人たちは疑いようもなく回避可能な不必要なことをした。だけどヒットラーと広島を比較しても意味はないよ。国家として自分たちの苦労に一番共感するのだから。でもはっきりさせておくと、スワスティカというヒンズーのシンボルはアメリカでは禁止されてない。インドでは今でも使われてる。ナチスがシンボルをハイジャックしたからといって皆が同じ印象を受けるわけじゃないから。大勢の韓国人が暴力的な脅迫メッセージを送って僕をナジ呼ばわりしてるのは明白なんだけど、福島に災害が起こってよかったと言ってきたり、母親が日本人であることをバカにしてきたり、あの写真を送ってきたりしてるよ。以上がツイッターの翻訳です。そんな韓国人から意味不明で心ない攻撃を受ける世界的アーティストに、海外からは多くの同情の声が寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。君は何も間違ったことはしてないんだから謝罪する必要なんてないよ。世界にはもっとラブと理解が必要だね。たくさんのピースとラブが。お互い知らない人間だけど、君や君の家族にハグとラブを送るよ。動物だね。あなたのために心が痛むわ。どうしてこの世界は憎悪だらけなんだろう。あなたにハグをしてあげられたらいいのに。憎悪する人たちには必ずカルマが巡るからね。あなたやあなたのママはこんなことされるに値しない。あなたのことが大好きな人の方がたくさんいるってことを知ってほしい。ヘイトよりラブの方がはるかに強力なのよ。これを語ってくれてありがとう。ああいう連中はほっとけばいいよ。君や君の家族はいい人たちで世界中に愛されてるのだから。この人たちは何なんだろう。ここまで憎しみを持てる人が理解できないよ。60年代に日本に住んでたけど最高だったよ。また行けたらいいのに。君の母親を悪く言う人たちがいて気の毒にね。無教養のアホだよ。劣等感のある人たちは他の素晴らしい文化を攻撃するんだよ。それで気分が優れるから。あなたのママもパパもあなたも素晴らしいから嫉妬されてるんだよ。自分でもよくわからないことで攻撃されて気の毒にね。韓国人がどういう人たちか多くの人が気づき始めてるね。クラッシュのアメリカツアーで1979年にデザインされたヴィンテージのグッズなのに、あなたやシャーロットを怒り狂って攻撃してる人たちは本当に意味不明だよ。心が通ってないね。
彼らの感情は正当化されるものじゃない。韓国人は正しい歴史を学ばずに日本という言葉に悪口を言うんだよ。多くの日本人が悪口を言われてる君やシャーロットのことを気の毒に思ってるよ。心配しないで。韓国人は日本や日本に関係するものすべてに嫉妬してるだけだから。君が韓国人ハーフではなく日本人ハーフなことに嫉妬してるんだよ。韓国人は残酷な野蛮人だよ。ブロックするのが一番だって。どうせ同じことを延々と繰り返すから。アポロ大野も日本人の親を持ったから同じような嫌がらせを経験してたよ。頑張ってね。日本人に対して他のアジア人が偏見やヘイトを持っていることをつい最近知ったよ。他人をナチ呼ばわりするのが最近は普通になってるね。みんなナチって呼ばれてるから最近は効力がないよ。ヘイトの波に乗っかってるだけで、なんでヘイトしてるのかも分かってない人もいるんだろうね。韓国人は流砂を作り出して自分で作ったもので泳ごうとするから気をつけてね。君の両親のことは好きだよ。君や家族に神の祝福を。なんて時代だろう。ザ・クレイプール・レノン・デリリウムに出会ったところだよ。長らく好みの曲が見つからなくて。まだ36歳だけど70、80年代の曲が好きなんだよね。君は素晴らしい作品を作ってるよ。これこそバンドの中のバンドだって思ったね。ソーシャルメディアは素晴らしいものだけど、意見や考え方の違いを受け入れられない最低の連中は追い出してほしいよ。君がこんなことを言われてることにショックだし、気分が悪いよ。すごく悲しいよ。韓国語がわからなくて後悔してる。分かったらあなたのメッセージを翻訳してあげられるのに。気にしないでね。貿易戦争のせいで日韓関係がギクシャクしてるけど、そんなものはこのひどい扱いの言い訳にはならないね。謝罪しないでね。あなたは素晴らしい人だし、私は旭日旗が大好き。韓国のナショナリズムによって引き起こされる騒ぎはさながら全体主義のようで恐ろしいね。以上が海外の反応です。このニュースを聞いた時は本当にショックでした。ショーン・レノンさんのツイッターの翻訳でご紹介したあの写真とは、父ジョンを暗殺した犯人の画像のようです。とても信じがたいものです。その他にもなぜかショーン・レノンさんに対して安倍が悪いなどというリプライをかます韓国人、人種差別をなくそうという思想で活動していた世界一有名な家族にその T シャツ着るのは差別と言ってひどいことをする韓国人、どちらが悪いかは明白ですね。日本のみならずアメリカとも関係が悪化しているようですが、何が韓国をそこまでさせるのでしょうか。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄へお願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。お待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。